はい。こちらはイタリア、トスカーナの、イ・ジュスティエ・ザンツァという舌を噛みそうなワイナリーのネモリーノという赤ワインです。こちらは、シラを 6割程度、それとメルロー、サンジョベーゼを2割ずつという、まあ、非常にユニークな、ブレンドの赤ワインになっています。まあ、トスカーナですけど、キャンティのエリアでもなく、かといって、ボルゲリ海沿いの方のエリアでもなく、トスカーナ州の北西部の無名なエリアらしいんですが、そこで、自分なりの方法論でいろんなワインを作っている生産者さんです。結構この作り手、シラの評価が高くて、まあ、これそのシラをブレンドで使ってる銘柄になります。まあ、シラという品種はね、もちろんフランス、オーストラリア、この辺が有名ですし、イタリアのイメージないかもしれないですけど、イタリアで作ってもね、やっぱいいもんです。キャンティなんかはね、数パーセントシラをブレンドしてる作り手が結構います。外観は結構濃いめの、まあ、当然シラーですから、しっかりとした色調ですね。いわゆる黒胡椒っぽいね、ロタンドンっていうんですか、そういう感じの香りも多少取れます。美味しいですね。捉えどころのないワインではあります。メルローのね、ボルドっぽい味もするし、サンジョベーゼのイタリアっぽい味もちょっとするんだけど、全体としてはシラーの味という、非常に面白いんですけど、まあ、とにかく負けりゃいいじゃんという、イタリア的なね、向かって流のセンスの良さといいますか、そういうのをすごく感じられる楽しいワインだなと思います。デイリーワインとしてはバッチリですね。シンプルすぎず奥行きが結構あるんですよ。かといって味わいの全体的なところでは果実のたっぷりとした、フルーティーな、分かりやすい喜びに満ちた味わいです。この辺のね、絶妙なさじ加減というか、そういうのも含めて、楽しめるワインだなと思います。値段もね、お手頃ですし、すごく優れた銘柄だと思います。イ・ジュスティエ・ザンザのレモリーノ・ロッサでした。